タがない、ほんまにないけど、まあ、時間も時間ですよね。結構だからもう普通18時ぐらいからずっとネタがなくて目立ってる、まあ、確かに何ですかね、22時半でしょ、5時間半ずっとなんかちらほら出てくるけどドンピシャが来てないんですよね。閉鎖的になっとるな。一回そこ出るか、全然その方がいいかもしれないですね。知らないか、出てなんか探すしかないやな、結局切り替えるしかないもんな。今日マジで出てこへんやわ。これ動画いける、これタイトル何よこれ。お前携帯知らんのか、こっち来いよマジで。だから逆にイライラした光って珍しいから、そういうの視聴者がどう思うかなっていう。どう思うって言うと、マイナス印象を受けるだけやろ。よし、じゃあね、車走らせますけども、こっからはやっぱこの深夜テンションっていうかな、もうテンション無理やり上げていかなかったら何も出てこない気がするから、もう全員でフリーザゲームってなります。甘いものが苦手なお父さんでも喜ぶパイって何？おっぱい、おっぱい、おっぱい、おっぱい。甘いものが苦手なお父さんじゃん。おっぱいしかないじゃん。え？違う？そうなの？残念。え？パイスか。え？いや、えって言うから僕質問の聞いてる人。おっぱいやる。でも動画じゃないですよ。喜ぶパイ。甘いものが嫌いなお父さんも喜ぶパイ。いや、おっぱいやるのじゃん。正解っすよ。喜ぶパイ。違います。名人も大好きやな、おっぱい。はい。名人はおっぱい好きなんや。確かにどういう、どういうおっぱい好きやん。あ、確かに、名人。だっておっぱいにもいろいろあるわけや。それをじゃあ、ね、語りましょうよ。なぞなぞから発展してね。俺の好きなおっぱい、はい、名人からじゃあもう。確かにでかすぎてもなんか嫌なんですよね、やっぱ。ちょっとね、やっぱ気持ち悪いじゃん。名人、名人気持ち悪い。名人気持ち悪くないですか。じゃあテンション 120% で言わないから。全然テンション上がってない名人。めっちゃ好きそうな感じ、好きそうな感じ、めっちゃ興奮したから言って、興奮したから、興奮したから、やっぱ好きなものを話すときめっちゃテンション上がるやん。あ、確かにね。それが欲しいよ。もうザ・マシンガントークですよね、要は。だからやっぱでもデカすぎてやっぱあれでしょ。それでそれでやっぱ小さすぎてもなんですよ。あ、なるほど。やっぱいいぐらいの間、それじゃ難しいですけど。まあそれは名人ラインってことですよね。だから名人のおっぱいだけやばいな。いやもうやばい、そんな。これ新しい運だよな、これが。ええー、マイさん。ハプニングだ。もうこれ以上名人出ないっす。名人おっぱい結構限界でしたね、もう。じゃあ佐々木さんに代表しても聞いてもらうか。佐々木さんの好きなおっぱい。僕の好きなおっぱい。まあ。僕でもおっぱいには結構うるさいですよ。ええー。おっぱい大事。初めて聞いた。マジっすか。それはそうですよ、ね。どんなおっぱいがいいですか。いやだからまあそれで言うと、はい、おっぱいっていうよりは乳首の形とかの方が結構す、ああ、どんな形がいいですか。星ぶどう、星ぶどう、星ぶどうみたいな、ちょっとつぶらな感じですか。いやいやいや、つぶら、僕だからその乳輪とかがちっちゃいよりはおっきいぐらい、大きいのはダメです。ダメ、このぐらいですか。でもこのぐらい、結構でかいのそれ。ロケマンさんそんなのがいいやん。じゃあ俺は逆に乳輪でかいの嫌なんですよ。ああ、なるほど。ちっちゃいやつ。はい、ガキ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 。いや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 、わかってる。俺らがバーした時にボーンってでかいの嫌なんですよ。なるほどね。乳輪はちょっとさすがに。え、どう思います？光くん、これガキでしょ。いや俺はちょっと正直色素薄いのが好きなんで、俺は。あ、なるほど。ピンク、ピンク。俺はマジで白くて、ただの白さ。そこは俺違うわ。全く譲れへんな、そこは。前さんは何なんですか。前さん俺は黒い方がいいっすよ、普通に。黒、え、いや黒いというか、なんで、待て待て、ピンク嫌っす俺、本当に。めっちゃピンクの綺麗なやつより、ちょっともう経験値ありそうな方ってことですね。そうそう、そっちの方が興奮する。前さんただのもうドエロっす。いや、好きな話ですから、別にそれは人それぞれじゃないですか、色が、何色が好きとかの話なんで。綺麗な人マジさん、今、右手見てください、おっぱいこんなもんだ。いや、違うんですよ。いや、まあいいじゃん、とりあえず佐々木さんのやつですよ。いや、だから僕はだからそうですよ、本当に。え、どっちなんですか、結局、その色的に言うと。ちっちゃいかでかいで言ったら、ちょっとでかい方が好きです、僕は。乳輪がね。そう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 。で、乳首が出してるよりはどっちかっていうとちょっとこうあんまり独立してない方が。あ、俺独立タイプ。どういうこと。俺佐々木さんのも対立してる方でも。もう喧嘩が喧嘩。じゃあ一回いいですか。はい、ダメです。あ、一個いいですか。あの乳首って吸いやすい乳首と吸いにくい乳首があるんで。いや俺吸ったことないんで分かんないです。ええ、絶対ちょっと聞いてほしいですか。どういうことですか、前さん。いや、ほんまにない。逆にないよな。ないっすよ。サビさんすらないっす。ないです、ないです。うわ、それやばいっすよ、前さん。乳首吸ったことないですか。ないです。ないです。ささげさん洗濯バサミで挟んだから。